皆さんこんばんは。さあ本日も始まりました、閉店チャンスガールズ、実践担当のあかねです。さあ本日11月24日水曜日、お邪魔しましたのはここプレイランドキャッスル東郷店さんです。ここね、私ね2回目なんですよ。で1回目はねちょっとね様子見でちょい負けで終わらせていただきましたんで、今日はもうバチバチにガツンとやってやりたいと思いますんで、こうご期待。それでは店内の方見ていきたいと思います。いきますよ、閉店チャンスガールズ。さあそれでは早速店内ジャグラーコーナーを見ていきましょう。まずはマイジャグラー4です。さあマイジャグ4はこちらの台が超優秀です。2063万台ですね。こちらの台ビッグボーナス30のレギュラーボーナスが25回、ガスタの方が122分の1ということで、大変優秀な台になっております。数値の方も6ですね。6700回で回ってるんでね、安心安全のマイジャグ4という感じですね。さあそして続きまして、ファンキージャグラー2、こちらの台もいいですよ。2068万台、ビッグボーナス25のレギュラーボーナス15、ガスタの方が112分の1ということでね、ちょっとレギュラーボーナスの方がっていう感じはするんですけど、まあファンキーなんでね全然いいんじゃないかなと思います。さあそしてこちらもファンキー2ですね。2072万台、ビッグボーナスが33回のレギュラーボーナスが30回、63回もペカっております。ガスタの方が120分の1ということで、もうちょっとで6なんじゃないのぐらいの数字ですね。まあ5以上はありそうな感じがあります。お隣の2073万台、こちらも5000回転回ってビッグボーナス21のレギュラーボーナスが16回、そしてガサの方が138ということでね、上はあるんじゃないかという感じがありますね。ベースがやっぱり寝台なんで、ファンキー2は高いんじゃないかなという感じがしますね。続きまして SM ジャグラーです。こちらの台2076番台ですね。こちらねまだね1000回転ちょっとなんですけどね、まあ、当たりも軽そうだし、ちょっとこの後まだまだ閉店まで時間があるんで伸ばしていってほしい台ですね。さあ続いて反対側、こちらもね SM ジャグラーがずらっとありますよ。この角台がですね2078番台、こちらがビッグボーナス16回のレギュラーボーナス10、ガスタの方が124分の1ということで、3000回転回ってますんでね、なかなかいい台だと思います。さあそしてお隣2080番台、こちらも3700回転でビッグボーナス15のレギュラーボーナスが13回、ガスタの方が134分の1。まだまだねガスタの方もね伸びそうな、いや悪くないっていうふうにね打ってる方もおっしゃってましたんで。さあそしてこちらの台2088番台、ビッグボーナスが17のレギュラーボーナスが39、合算の方が98分の1ですね。レギュラーがすごいことになっているんですけど、要素としては上の要素になってますので、出玉をねどん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 増やしていってほしいですね。さあこんな感じで今日のジャグラーコーナーは散りばめてね、いい台が転がってましたね。まあそんなわけで今から私の打つ台探したいと思います。 GO！ はい、決めました。今日の私の相棒こちらです。ファンキージャグラー2、信頼っすよ。この台ね、ガスタの方はね141っていう感じなんですけど、まあ、グラフ見るとね結構、まあ、いい感じに出て、今ちょっとモジモジしてるんで、こっからまたこう行く可能性を考えてこれに決めました。それでは閉店55分前になりましたので打っていきたいと思います。万札入れさせてもらいます。失礼します。それでは239ゲームからのスタート。ファンキー2は打つの自体は4回目ぐらいなんですけど、収録では初ですよね。これはいいとこ見せたいですね。プレミアをどん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 、なんかめちゃくちゃプレミアが多いんで、今日もね店内の方はね前回来た時同様ね、各機種にあゴリゴリだっていうはありますね、台がね。でね、なんとね私の隣がねまさにそのゴリ台なんですよ。で今ねその2ゲームぐらいで当たったそうですわ、そこの台がそういうところは私は持ってない、でもしょうがない。今3本なんで、3本目なんで、あ、これでなんとか、このこれでなんとか、とりあえず一発ビッグ当てて、まあ3連ぐらい刺して、また200ぐらいでビッグ2連して、理想、あ、あ、いかった無音でしたね、ファンキーらしからぬ無音。あ、3本でよかった、これでお願いします。私はな、レッツゴー聞きました、
な。やっぱり五千円札これから作っていこうこういうところがダメなんだけどあ、よかった。よし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 、50以内に当てたいな。おお、すごい。お隣5連ストーリー。ああ、雄大がねこの時間に開くんすよね。それが閉店間際のいいところ。それでサクッと当ててさ、4連5連したらさ、ええやんけ。結構その恩恵に預かってこれ閉店チャンス私ねプラスになったりもしてますから、まあ、当然マイナスもあるけどさ、マイナスそこまでいかないんでね、言ってもそんなに負けないからね。最高でも1万は負けてないかな。でも1万以上勝ってることもあるんで、そういう意味で言うとチャンスでかい。逆変わります。あビッグだったらね、誰もビッグって気もつけちゃって恥ずかしい。ビッグなんて誰も言ってないのにね。なあ、オラがビッグじゃないんだよ、そういう間違ったこと言うから。でもまあいいか、99ゲームレギュラーボーナスです。はーい、わーい、いやいやいや、よしよしよし、いい底力がある。あ、連チャンしなかったなって思ったらしちゃうんだもん、99ゲームで。あ、全部予定通り。やっぱりさ、予定を立てるのってやっぱね大事なんですよ。ただなんとなく打ってるのより、あの予定をブドウ予定を立てることがやっぱり人生において大事なことなんで、ビッグ。あ、恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、ごめんなさいね、力入れすぎるとねいいことないね。まあまあいいか。あのレンちゃんという一つの意味では予定を守りました。本当にこの子良い子。もう3回勝った、優秀。この間朝から夕方までで4回しか引かなかったのに。なんといってもね、投資がまだ3本。これ3本のままね、後半までいければもう勝ちの可能性がね見えてくるんでね、もじもじしてても最後ビッグ引きゃいいんだもん。ビッグ引いたらプラスだもん。いただきました。あ、これブドウかな、違うかな。あ、ブドウですね。はい、ここきちんとね、15枚、これ大事ですから。これプラス収支になるために大事な作業。うーん、バケだよね。いいけどさ、やっぱりさ、閉店チャンスがあるんだけバケ引くよね私。もうさあ、4連、そして合算が100、あ、でも132分の1だから、まだまだ、もうまだ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 上がりよ、まだ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 良くなれる、この子は。ああ、そろそろ光ってほしいな、これ、ちょっと連チャン抜けると、はまったりしたら、嫌だな。100ゲームいっちゃいましたね。これは今4連っすわ。これちょっとこの後どうなるやら、早めにちょっと一発復活してほしいっすね。200いってもた。おい、起きろ、ダイ、マジで、ホームマジお前、追加投資だぞ。はい、追加投資、ああ、
4本目あわよくばこの1万使ったるぞっていう、それだけはちょっとやめてほしい。この1000円でなんとか買ってほしいな。今250ゲーム、あはー困ったな。前半調子いいのはいいんだけどさ、もうちょっとびっくり。よかった、1000円でだから光るんだよ。そうなんだよね、びっくり。よしセーフ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 、あの4本で守るよ私は今日ね、みんなに言っとくけど。よかった、あーよかった、コングラチュレーション、センキュー。これ今力入れて押しすぎてなんか指と肉がなんか離れた、痛い痛い。さあ投資4本ですよ。今トントンかちょいプラにもなってないぐらい、はーい、こっからっすわね。一度はやりたい閉店ですペカ、閉店ですぐらいでペカって消化できるよっていうやつやりたいけど、いまだにねあのしたことはない。あれもうみんな続々と終わってるぞ。終わりみたいです。実践終了です。実践終了&結果発表。さあ本日ね投資184枚、少ない。そして回収の方が207枚、なんとプラス23枚。そして内訳の方がビッグ2の、レギュラーボーナス3の5ペカです。前回よりだいぶいい結果を残しました私、なんで次はしっかりもうバツンと勝っていこうと思います。店内の方もね、あのもういろんな機種にねちゃんとしっかりとね数値がいい台があったので、次回はその辺もちょっと見てタイミングを見て私もいい台に座れるようにやっていこうと思います。さあそして、とても良かった台の方はデータでまとめますのでこの後見てくださいね。それでは、かねえでした。閉店チャンス、ガールズ。